8時になりました。年明けの株式投資に向けて1月前半大きく儲ける6つのチャンスについてお話しいたします。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。2024年第1弾として1月前半で稼ぐ6つのチャンスについてお話しいたします。まずベイカレントコンサルティング、ポイントとしては10月13日に好決算を発表しましたが、出尽くし感でヒステリックに売り込まれストップ安になっています。しかしその後株価は元通りに戻りました。再び1月12日金曜日の引け後に決算発表を予定しています。ベイカレントコンサルティングは大手企業や外資系企業に向けた総合コンサルの会社です。戦略、業務のコンサルティング、IT コンサルティング、システムインテグレーションを行っています。主要な取引先はファイザーです。こちらは売上高と営業利益の推移です。売上、そして利益ともに順調に成長している状況です。配当は2020年に無配に転落したものの3期連続での増配中です。現在の利回りは 0.8% 前後です。こちらが問題となった10月13日の決算です。上期最終が 26% 増益、6月から8月期も 26% 増益、24年2月期第2クォーターの最終利益は前年同期比 26.1% 増の112億円に伸び、通期計画の255億円に対する進捗率は5年平均の 37.1% を上回る 44.2% に達した。6月から8月期第2クォーターの最終利益は前年同期比 26.4% 増の 54.4 億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の 34.8% から 34.0% に低下した。こういった内容でした。こちらが経常利益の進捗状況です。第1クォーター第2クォーターコンセンサスがこちらです。第1クォーター第2クォーターとも進捗は若干遅れ気味、第1クォーターはコンセンサス未達だったものの第2クォーターはコンセンサスを若干上回っています。増益の上にコンセンサスも達成したのに、決算発表の翌日はこのようにストップ安まで売り込まれてしまいました。そしてその後もこのように下げが続いている状況です。こちらがそのストップ安に関する記事です。ベイカレント一時ストップ安、決算サプライズ乏しく、地合悪化の中で出尽くし感先行、一時ストップ安、先週末に上半期の決算を発表、営業利益は155億円で前年同期比 23.0% 増となり、第1クォーターの 22.7% 増益と同様な増益ペースが続く形になっている。通期予想を355億円、前期比 18.7% 増も据え置き、コンサルタント数の増加、高稼働率の継続などで順調な業績の進捗が続く形に。ただ、決算サプライズは乏しく、短期的な出尽くし感につながる状態となっている。中小型グロース株を中心とした地合いの悪化なども本日は逆風となる。こういった状況でした。こちらは四半期ベースで見た売上と営業利益の推移です。先ほど話にあったように、第2クォーターの営業利益が下がったことが原因かもしれませんが、このように第2クォーターはいつも下がっているというのがこれまでの状況です。むしろ第1クォーター、今回このように下がったことの方が気にされるべきだったように思われます。
その後どうなったかというと、ここが先ほどのストップ安のところですが、このように翌々週に3607円で下げ止まり、結局元の5000円前後に戻りました。年末の株価は4951円、出来高は34万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高で利回りもよくありませんが、稼ぐ力が強烈に高く、自己資本比率も高いです。プライムの銘柄ですが、グロースの王道のようなスペックになっています。需給は現在非常に重い状態になっています。テクニカルはパラボリックは上げて転倒、マックリーは不明確、RSI は60近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはこれといったシグナルは見られません。こちらは需給の3ヶ月、直近3ヶ月の状況です。この需給を分析するというのは非常に大事なポイントです。発表前はこのように、信用買いが大量に積み上がっていた状態でした。そして、決算発表後、下落期はこのように、下げると買われ、損切りでさらに下げるという地獄のバケツリレー状態が続いていました。そして、ここが回復期ですが、このように需給は解消に向かい、株価は上昇していっています。そして現在、このように空売りが減少したことで、また貸借倍率が悪化しそうな状況になっています。そしてここが直近の状況ですが、懲りずにまた決算期待で上げているようにも見えます。次にマネーフォワードです。マネーフォワードのポイントは、10月13日に好決算を発表しましたが、出尽くし感でヒステリックに売り込まれ、ストップ安になっています。しかし、その後株価は元通りに戻りました。再び1月12日金曜日の引け後に決算発表を予定しています。マネーフォワードはこの CM でおなじみのクラウド会計の SaaS 事業を行う会社です。こちらが売上高と営業利益の推移です。売上は急速に成長している一方、営業利益はこのように赤字が続いている状態です。営業利益は左軸のこちらですので、この領域はすべて赤字です。サブスクのクラウド事業ですので、赤字でも売上のトップラインが伸びていれば良いと思いますが、前回の決算では意外なことが起きました。配当は無配が続いている状況です。こちらが問題の10月13日の決算です。今期最終は赤字縮小。23年11月期第3クォーターの連結最終損益は 49.3 億円の赤字に赤字幅が縮小した。合わせて通期の連結最終損益は 68.8 億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しを示した。6月から8月期第3クォーターの連結最終損益は 15.5 億円の赤字に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期のマイナス 46.0% からマイナス 18.1% に急改善した。こういった内容でした。こちらが経常利益の進捗状況です。赤字ですので見づらいですが、現在のこの進捗であれば、通期のコンセンサスも赤字ですけれども、この通期の赤字コンセンサスとほぼ同等の赤字レベルで
収まりそうな進捗です。こちらは決算資料から持ってきたものですが、売上のトップラインは 41.1% も伸びている状況です。利益面の赤字も縮小したのは良い話に思えましたが、そしてこちらは広告費ですけれども、広告費もさらに増大しているにもかかわらず赤字が縮小して、いよいよ長かった投資期間から借り取りフェーズが見えてきたように思えたのですが、売上は伸び赤字も縮小の発表でしたが、決算発表の翌日はこのようにストップ安まで売り込まれ、その後も下げが続き、連日で年初来安値を更新し、4000円も割ってしまいました。こちらがその時の状況の記事です。マネーフォワード大幅続落、今期営業赤字見通しを嫌気、売上高を前期比 38.0% から 41.0% 増の296億3900万円から302億8300万円としたほか、営業損益を前期から赤字幅縮小となる66億6500万円から61億6500万円の赤字とした。引き続き営業赤字となる見通しを示したことから、これが嫌気され売られている。第3クォーターまでの業績動向を踏まえた同時に発表した第3四半期累計決算は、売上高が前年同期比 41.1% 増の215億8400万円、営業損失が前年同期から赤字縮小となる45億6400万円の赤字だった。主力サービスが成長した一方、先行投資が利益面で重しとなった。これは市場が了解していたはずのポイントなのですけれども、この一つ前、4月の第1クォーターの決算を振り返ると、このように赤字拡大の決算発表でしたが、4月の決算発表では赤字が拡大したものの、売上のトップラインが伸びていることで、翌日は窓を開けて上昇し、プラス 14.2% の急騰となっています。これは皆さんよくわかってらっしゃるという印象でした。ところが、先ほどお話したように、10月の決算では、売上は伸び、赤字も縮小したのにストップ安となってしまいました。その後どうなったかというと、このようにここがストップ安となったところですが、株価は3367円で底を打ち、元の4600円前後に戻りました。こちらが年末の状況です。年末の株価は4322円、出来高は29万株です。3年間の業績見通しは増収で赤字縮小の見通しです。株価は割高で配当はなく、稼ぐ力や自己資本比率などこのように見てしまうと良いところが見当たらない状況です。需給はやや軽い状態になっています。テクニカルは一目均衡は雲の中に突入しました。パラボリックは上げで点灯。MACD はゴールデンクロスを形成しましたが、まだ不明確な状況です。RSI は50近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、これといったシグナルは見られない状況です。こちらが需給の分析です。発表前は決算期待と思われる信用買いが大量に積み上がっていました。そして発表後の下落期はこのように下げると買われ、損切りでさらに下げる地獄のバケツリレー状態が続いていました。そして株価の回復期、需給が解消に向かい、
株価は元の位置に向かって上昇しています。12月は貸借倍率が 0.9 で横ばいの状態です。ここからまた増えるか、下げるか、そこが注目のポイントです。そして3つ目は DD グループです。DD グループのポイントは10月13日に好決算を発表しましたが、やはり鉄くし感でヒステリックに売り込まれ、ストップ安になっています。その後も株価は戻らず、低種水準が続いています。再び1月12日金曜日の引き後に決算発表を予定しています。DD グループはコンセプトレストランを展開する会社です。こちらが売上高と営業利益の推移です。コロナでの落ち込みから順調に回復し、営業利益はコロナ前を超えてきました。一方、売上はまだ回復途中で、まだ伸びしろが期待できそうな状況です。こちらが問題の10月13日に発表された決算です。今期計上を 27% 上方修正。24年2月期第2クォーターの連結計上損益は 15.7 億円の黒字に浮上して着地した。合わせて通期の同利益を従来予想の 21.9 億円から 27.8 億円に 26.7% 上方修正し、増益率が 2.6 倍から 3.3 倍に拡大する見通しとなった。6月から8月期、第2クォーターの連結計上損益は 4.9 億円の黒字に浮上し、売上営業損益率は前年同期のマイナス 2.2% から 6.3% に急改善した。こういった内容でした。こちらが計上利益の進捗状況です。第1クォーター、第2クォーターともに 39.0% と 56.7%。進捗は良い状態ですが、第2クォーターはコンセンサスを下回ってしまいました。黒字浮上、情報修正で黒字浮上、進捗も良かったですが、コンセンサスは下回った。こういった結果で、決算発表の翌日はこのようにストップ安まで売り込まれ、その後も下げが続き、半値近くまで下げてしまった状態です。こちらがその時の、記事です。DD グループストップ安。営業予想情報修正も想定線で出尽くし感が先行。先週末に上半期の決算を発表。営業利益は 16.7 億円で、前年同期比 21.8 億円の損益改善となり、従来予想の 13.9 億円を上振れ、通期予想は従来の 22.5 億円から 29.5 億円に上方修正している。既存店売上の想定以上の好調推移や、販管費の抑制が進んだ模様。継続企業の前提に関する重要事象等の記載も解消へ。ただ、第1クォーターの決算発表後に株価は急伸。業績上振れは相当程度織り込まれており、目先の出尽くし感が優勢の展開に。出尽くし感よりもコンセンサスを下回ったということが大きかったかのように思えます。こちらが年末の状態です。年末の株価は1297円。出来高は11万株です。3年間の業績見通しは大幅な増収、増益の見通しとなっています。株価は割高で配当もありません。稼ぐ力は非常に高いところです。フリーキャッシュフローがプラスに転換したので、配当を期待したいところです。需給は非常に重い状態になっています。テクニカルは一目均衡は分厚い雲が垂れ下がってきています。パラボリックは下げで点灯。
MACD は不明確です。RSI は40近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、これといったシグナルは見られない状況です。何かトリガーがないと、このまま下げてしまいそうなチャートです。こちらが需給分析の状況です。貸借銘柄ではありませんので、貸借倍率で議論することはできませんが、決算発表前、決算期待と思われる信用買いが大量に積み上がっていた状態です。そして下落期ですが、下げると買われ損切りで下げる地獄のバケツリレー状態が続いていました。そしてこの以降、需給の悪さが全く解消せず、ここ2ヶ月はまた信用買いがじりじりと増加している状況です。1月12日の決算で塩漬けの見切り売りが発生すれば上昇に向かう可能性が高いかと思います。そして4つ目はクリエイトレストランツ。ポイントとしては10月13日に好決算を発表しましたが、出尽くし感でヒステリックに売り込まれ 10% を超える大幅下落となりました。その後株価は元に戻っています。再び1月12日金曜の引け後に決算発表を予定しています。クリエイトレストランツはこのように多様なブランドを運営する外食チェーンです。売上と営業利益についてはコロナでの落ち込みから順調に回復し、売上そして利益ともにコロナ前を超えてきた状態です。こちらが問題となった10月の13日の決算です。今期最終を 19% 上方修正、配当も1円増額、24年2月期第2クォーターの連結最終利益は前年同期比 13.5% 減の 30.3 億円に減った。しかしながら合わせて通期の同利益を従来予想の42億円から50億円に 19.0% 上方修正し、増益率が 24.1% 増から 47.7% 増に拡大する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の6円から7円に増額修正した。6月から8月期、第2クォーターの連結最終利益は前年同期比 10.0 倍の 8.8 億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期のマイナス 0.3% から 3.2% に大幅改善した。こういった内容でした。こちらが経常利益の進捗状況です。第1クォーター、第2クォーター、それぞれ 42.4% と 56.9%。非常に良い進捗の状況です。しかしながら、第2クォーターはコンセンサスを大きく下回ってしまいました。第3クォーターのコンセンサスが低いのは、下方修正されたかも、せいかもしれませんが、第3クォーターのコンセンサスは難なく達成できそうに見えます。上方修正と増配の発表でしたが、決算発表の翌日はこのように株価は窓を開けて下落し、マイナス 10.0% 超まで売り込まれ、その後も1000円割れが続きました。この原因としては、フィスコは出尽くし感だと報じています。こうは報じられていますが、コンセンサス未達が原因のように思われます。その後どうなったかというと、株価は急落の2日後に反転し、1ヶ月ほどで元の株価に戻りました。年末の株価は1094円、出来高は53万株です。3年間の業績見通しはこのように増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高で配当も低い状態です。
一方、需給は非常に軽く、踏み上げも期待できそうな状況になっています。テクニカルについては、一目均衡は11月22日から雲の中をさまよっていましたが、大納会の日についに雲抜けしてきました。パラボリックは上げで点灯。マックリーはゴールデンクロスを形成し上げトレンド。RSI は買われすぎ。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォークのような動きを始めています。決算に向けて上がり始めているようにも見えるチャートです。こちらが需給の状態です。外食でよく見られる貸借倍率、1倍割れの銘柄です。発表前、決算期待と思われる信用買いが増加していました。発表後の下げで一時的に信用買いが急増しました。しかし、その後信用買いが減少し、空売りが増加したことで、需給は改善し、株価は上昇していっています。1月12日の決算では、ここから踏み上げに発展する可能性もあるかと思います。次に、透明です。ポイントとしては、10月13日に好決算を発表しましたが、出尽くし感でヒステリックに売り込まれ、ストップ安になっています。その後、株価はそこから半値戻しの状態で推移しています。再び1月12日金曜日の引け後に決算を予定しています。透明は法人向けの光回線サービスを提供する会社です。売上高と営業利益の推移は電力取引価格の高騰で2021年に大幅な利益悪化となりましたが、急速に回復し、売上、そして利益ともに伸びている状況です。こちらが問題となった10月13日の決算です。今期経常は 15% 増益で2年連続最高益、1円増配。23年8月期の連結経常利益は前の期比 4.0 倍の 17.5 億円に急拡大し、従来予想の 14.1 億円を上回って着地。24年8月期も前期比 15.1% 増の 20.1 億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収になる。同時に今期の年間配当は前期比1円増の14円に増配する方針とした。6月から8月期、第4クォーターの連結経常利益は前年同期比 25.5% 増の5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の 6.9% から 9.0% に改善した。こういった内容でした。決算発表の翌日、このようにストップ安まで売り込まれ、その後も下落が続いてしまいました。こちらがその時の記事です。透明、今期業績変化率は市場期待にやや未達化。透明は大幅反落。先週末に23年8月期の決算を発表。営業利益は 16.5 億円で前年同期比 4.9 倍となり、従来計画の 13.6 億円を上回る着地になっている。6月に電力需給約款の変更及びサービス料金体系の変更を行うなど、リスクヘッジ策が奏効したようだ。一方、24年8月期は 19.8 億円で 19.8% 増の見通し、年間配当も1円増の14円計画としている。ただ、今期見通しは四季報予想などとの比較でサプライズ乏しく出尽くし感が優勢となる形に、こういった状況でした。その後どうなったかというと、こちらが急落したところですが、10月31日に底をつき、
半値までは戻したものの、横の状況が続いている状態です。年末の株価は1818円、出来高は19500株です。3年間の業績見通しは増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高でも割安でもありませんが、配当は低く、配当成功も低い状態です。一方、稼ぐ力は高めです。需給は重い状態になっています。テクニカルは一目均衡は雲に突入してきました。パラボリックは上げで点灯。マックリーは不明確。RSI はやや過熱気味の状態です。ボリンジャーバンドはまだ不明確ですが、バンド幅を拡大して、プラス2シグマのバンドウォークを始めそうな状況です。ここで雲抜けするかどうかにかかっていそうなチャートです。需給の状態ですが、決算発表前はやはり決算期待と思われる信用買いが増加していました。決算発表の後の下げで一気に信用買いがこのように急増しています。そしてしかしその後信用買いが減少したことで需給は改善し株価は上昇していったものと思われます。直近で空売りも減少したので決算でどう動くかが見物のところです。そして6つ目はバリュエンスです。バリュエンスは10月13日に好決算を発表しましたが、出尽くし感でヒステリックに売り込まれ、ストップ安となっています。その後、株価はそこから半値戻しの状態で推移しています。再び1月12日、引け後に決算発表を予定しています。バリュエンスはなんぼ屋を運営するブランド品リユースの大手です。こちらが売上高と営業利益の推移です。コロナによる店舗休業で大幅な落ち込みとなりましたが、売上、そして利益、ともに順調に回復している状態です。こちらが問題の10月13日に発表された決算です。今期計上は 26% 増益、5円増配。23年8月期の連結計上利益は前の期比 13.6% 増の 20.3 億円になり、24年8月期も前期比 26.4% 増の 25.7 億円に伸びる見通しとなった。8期連続増収、4期連続増益になる。同時に今期の年間配当は前期比5円増の35円に増配する方針とした。6月から8月期第4クォーターの連結計上利益は前年同期比 12.7% 減の 7.9 億円に減り、売上営業利益率は前年同期の 5.0% から 3.8% に悪化した。こういった内容でした。増益と増配の発表でしたが、決算発表の翌日はこのようにストップ安まで売り込まれ、その後も下落が続きました。その後どうなったかというと、10月31日に底を打ったものの、なかなか回復できない状態が続いています。年末の株価は1429円。出来高は12万株です。3年間の業績見通しは増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高でも割安でもありませんが、配当は低い状態です。稼ぐ力はそこそこ高めです。需給はかなり重い状態になっています。テクニカルは一目均衡は分厚い雲が垂れ下がってきており、数日で衝突しそうな状態です。パラボリックは上げで点灯。マックリーは上昇トレンド。RSI は50近辺で推移しています。
ボリンジャーバンドはまだ何とも言えない状況です。雲が上値抵抗に動く危険性が感じられるチャートです。需給の状態ですが、決算発表前、決算期待と思われる信用買いが増加し、決算発表後の下げで一時的に信用買いが急増しています。その後も信用買いが増加していることで株価は全然回復しない状態です。一時的に空売りが増加しましたが、ほぼ焼け石に水と言えます。決算でどう動くかが見ものです。以上、6銘柄についてお話ししましたが、もちろんまた同じことが起きるかどうかはわかりません。しかし1月前半はこのように400件近い決算発表があります。また、高決算なのに急落する銘柄はたくさん出てくると思います。急落銘柄については、これまで通り、日々の動画での速報と週末の分析動画でお伝えしていきますので、今年もご視聴いただけると嬉しいです。年明けに向けた、間違えました。ファンダ、テクニカル、IR と並んで需給は非常に大事です。今年も需給、ファンダ、テクニカル、そして IR の速報の4点に重点を置いてお話しいたしますので、よろしくお願い申し上げます。年明けの株式投資に向けてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。